そっちなの？もうここからまっすぐ斜めにさ、まっすぐ斜めに。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ出発しますか。さあ今回は、何？誰？ちょっと待って。ピッコーちゃんね。ちょ、誰っすか今の。わからねえ。はい、さっちゃん。そして、ミラさん。はい、この4人で行こう。アイドルの武器、マイクを12種類集めよう、達成。何種類あるんやろうな、武器とか。服とか。ね。あ、ここが最終到達地点かと思ったら、まだまだ途中の宝箱やったわ。全然違った。なるほどね。そんな簡単にはいかんか。やる気があんまり？出して。しかもそれは良くないよ。え、なに？行きたいと言ったから連れてきたのよ、私。気合い入れてこ、みんな。扇風機。しかし自分の方が後ろに動くという。お仕置きポーク。やっぱここまで来るとあれなんか敵も結構強いよね。みんな愛してるよー。目がハートに。敵もメロメロになれよ。お、ありがとうみんな。なんか顔が外れた途端にめちゃくちゃブサイク。なぜ後ろから攻撃されたのに目の前にいるそいつだと思うんだい？見てたらわかるでしょうよ。はぁ、緊張した。お、さっちゃんレベルアップ。お、ボーナス経験値、誰に振ろっかなー。あ、でもこれは。あゆな。レベル上がらんのかい。上がるほど大きくなかった。てか全然動かんかったんやけど。つら。え、なにここ隕石だらけなんやけど。隕石以外の敵います？あとあのゴブリンみたいなやつ。スペースゴブリンやったっけ？隕石とスペースゴブリン以外います？なんか。この隕石ちょっとね、強いけんね、嫌なんやけど。強いというか、なんというか。防御力が高いというか。あ、ダメージ自体は。いや、でも、連続で攻撃してくるのはやめていただきたい。お、好きレベルアップ。今この瞬間に。かなり好き。お、クールに、かわしたの。でも、隣にダメージがいったような気がするのだけれど。油断をついたって言うんだろうか、それは。あ、いいぞ、いいぞ。扇風機。ほら、結構ね、なんやろ、防御力が高いっていうか、体力が多いんかな、多分。みんな頑張れ。あ、ミラさんが。あ、ナイス。ナイスのタイミング。やったね。お、全員で。いけいけ。しかし自分たちもダメージを受ける。協力したのに。勝った。お、ボーナス経験値さっきより多いぞ、これ。今度こそレベルを。よっしゃ、レベル25。お、特上回復料理を覚えた。仲間一人の HP がすごく回復する豪華な料理を作ってあげる技。いいね。さあ、ゴーゴー。よく寝てスッキリ。そりゃ、よく寝てスッキリしたら機嫌も良くなるよ。ん？ポケットがモコモコ。何が入ってるの？ HP バナナだ。手紙が一緒に入っている。誰から？さっちゃんへ。HP バナナちゃんと持ってる？心配だからおまけを入れとくね、ゆうかより。おー、ゆうかさん。さっちゃんは HP バナナを1本ゲット。ゆうか気が利くね。てか、バナナがポケットに入ってたら確実にもっと早く気づくでしょ。昼時点で気づくと思うな。フェックルちょっと。どうした？私の飴あげる。
MP 飴を舐める。何どうしたの ?MP そんなに少なかった？急激に呼び止めてまで。ちょっと落ち着こうか。確かにちょっとテンションが上がりすぎてる。ほら、スペースゴブリンと隕石しかおらんやん。ピッコちゃんは協力してくれないの。この敵は全体的に体力が多いんかな。攻撃力自体はそうでもない気がするんやけどな。うおー、よっしゃいけー、お仕置きフォーク。お、いいぞいいぞ。やったね、やったね、ミラ。褒められて上機嫌。そして隣のさっちゃんは驚くと。花が咲くよー。なぜうるうるするのか。全然クールじゃないよ。表情が全くクールじゃないよ。デレデレだけど。いけ、から焼き。ミラさんめちゃくちゃ上機嫌やん。いろんな人のこと手伝ってくれるわ。自分の調子が良すぎて。勝ったぞー。お、もうあれか。ボーナス経験値はないんすか。ミラさんがレベル上がるかなと思ったのに。料理人のレベルを25以上にしよう、達成。お、好きレベルアップ。心から好き。二人は敵討ち2を覚えた。復讐の一撃か、もっと強力に。絶対に許さない。あ、ちゃんと窓から見えるんやね、あの顔たち。はい、それじゃあ料理を。さあどうぞ。おお、どう、ゆうかさんだけダメだったか。しかし守備はアップしたよ。まあほら、聞くものはきっとまずいんだね。はい、ルーレット。タイガーアーマーをください。タイガーアーマーって誰？あれか、プーさんかな。さあください。あ、ダメだ、これは MP 飴だわ。あれ違う、あ、経験値たっぷり。マジで、それはそれで良きだよ。経験値を誰にあげる。うん、ここはここはあれだね、ちょっとまだ唯一10代のピッコーちゃん。やったー、レベル20突破ー。お、21やったやん。2つもレベル上がったよ。大地の怒りを覚えた。仲間一人を怒りにする技、大地はお怒りなのだ。ガイアや、ガイア。ひらがなで書いてるのにカタカナのルビがつくっていう意味のわからなさ。はい、それじゃあお小遣い。キャンディーさん、英雄の杖、いけないな。あと200ゴールドぐらいやん。ジョーカーの翼、あ、どっちもダメだった。どっちもダメだった。じゃあもうこのまま行きますか。さあ、今回は誰が行く？何？誰？はい、リミちゃん。ユーカさん。そして、メグちゃん。はい、この3人で、3人、4人で、自分抜かした。この4人で行こう。そっちなの？もうここからまっすぐ斜めにさ、まっすぐ斜めに。もうここからスッと斜めにさ、宝箱のところに行かせてよ。確実にそうだと思ったよ。行くかー。急がば急げ。とにかく急げ。どうした？最後の戦いが近いね。ごくり。思い残したこととか、言っておきたいことはない？何、死ぬ気なの？あゆな、実はね、私。何？やっぱりやめた。気になるなぁ。この旅が終わったら、ちゃんと言うね。何それ、死亡フラグよ、それは。よろしくない。リミネ。よし。最後の戦い、負けられない。頑張ろう。おー。ほら、もしこの戦いが終わったら、とか、この戦いから帰ってきたら、とか、そう言って旅立っていった人は死ぬから。お、宇宙人来た。
そうよ。宇宙空間のくせに宇宙人が出てこんかったやん。ああ、お年寄りになった。すごく丁寧な言い方なんよね。お年寄りになった。お年寄りになったことによってどういう弊害が。プルプルする。年は取りたくないの。でもなんか動きはシュワって感じだったけど。何すなんかセンスをさ、めっちゃなんか杖代わりみたいに、あー年は取りたくないの。メガライトニング。でもジャンプ力すげえ。お、宇宙人めっちゃ弱いんじゃない。この空間で一番弱いんじゃない。ほら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 、いい感じ。あ、いつの間にやら戻ってる。若返りましたね。スペースフード。宇宙食ということだね。美味しいんかな、宇宙食。まずそうな感じするけど。右に進もう。走るの辛いよ、頑張って。宇宙空間がどんな感じかわからんけど、頑張って。はい、開けます。2600ゴールドゲットやったね。これでとりあえず、さっき買えんかったやつのどっちかは買える。さあ、そろそろ宿屋じゃないの。眠くなってきてるよ、リミちゃん。花を掘る。どうした急に。何ポケモン、ポケモン使い出した。宇宙人結構可愛いよね。あ、ビッグウェポン。さあ、行け。あんな巨大な武器使いよったら、お、新しい技、メガエクスプロージョン。全員手伝えよ。お、いい感じかと思ったけど、一発ではいけない、やっぱり。熱い一撃。本当に熱いもんね、腹焼きやけん。おーでころん。おう。せっかく宇宙人ちょっと可愛い顔してるのに、まぬけな顔になってしまった。どうだ。ゆうか、いいね。今の上機嫌になるんよね。一応、ゆうかさんは私に対してムカムカしているはずなんだけど。それで機嫌も治ってくれていいんじゃないかな。お、ハサミ撃ちいけ。いいね、いいね。そして手助けしてくれてるめぐちゃんの方が強かった。よし。勝利。まだまだいけるよ。まだまだ行こう。頑張ろう。めっちゃ道くねくねしとるやん。と思ったら急激に宿屋見つかった。お、好きレベルアップ。毎回どこかしら上がりよる気がする。ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。分け合う。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のを半分こしよう。ふんふん。はい、それじゃあ料理を。スペースフードは入荷。無重力空間でも効率的に栄養補給ができるよう設計された食品、バナナ味。私的には、スペースフードってなんかどんなんかわからんけど、なんか、入れ物的にゼリーっぽい感じかなって思うけん、バナナ味のゼリーはちょっと嫌だ。ん、もしかしたら違うかもしれんけど、離乳食的な感じかもしれんけど。でもなんかな。なんかな。バナナはきっちり固形で食べたいです。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。英雄の衣。これあれやね、キャンディーさんやね。ん？キャンディーさんかな。キャンディーさんか、リミちゃんやと思う。どっちやろ。来たよ。はい、英雄の衣ゲット。さあ、これはキャンディーさんの方か。なるほどね。それじゃあピンクでいこう。へい。そしてちょっとみんなにお小遣いを。さあ、キャンディーさん、ここで、英雄の衣に英雄の杖を、揃えていこう。いいよいいよ、似合ってるよ。全体的に、超神秘的な感じ。
そしてあと、アリミちゃん。お、英雄のローブ変える。こっちはパンクの装束。ちょっと待って。じゃあ、ゆうかさんの、パンクの装束のお先に買っとこう。安いし。パンクの装束を買ってきた。骸骨や骸骨、かっこいい。オレンジかな。さあ、これで、まあ、またお金を貯めていこう。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、なんか、宝箱の奥にも何かしら空間が見えたけど、次あたり宝箱行って、で、その次また、なんかよくわからんとこ行ってからの、一応魔王かな。どうなんやろ。